本当にホレイショなのか。安心しろ、足はここに。で、例のものは今夜も出たのか。いや、まだだ。どうせ俺たちを疑って確かめに来たんだろ。そりゃ亡霊だって信じられるものか。しかし俺たちを二晩にわたって見たんだ。昨晩のこと、北極星の西に輝くあの星が天の一角で光り始めた時、鐘が一時を知らせたその時に、ミラー分かってた。亡くなられた国王の姿、それから、ホレイシオ、君は学者だ、話しかけてみろ。何者だ、こんな夜明けに今は亡きサーシャイン王の麗しき甲冑姿で現れるとは。これでも気の迷いだというのか。国王に似ていただろう。生き写しだ。あの鎧兜は東京の秋葉王と戦われた時身につけておられたもの。あの険しい顔は博多の兵を返り討ちにされた時のお顔。ひょっとしてこれは我が国に異変が起こる前兆ではないのだろうか。隣国岐阜との戦争が近いという噂か。ハムレット王子から聞いた話だ。亡くなられた父親のサンシャイン王は武勇の誉れ高きお方、岐阜の王との一騎打ちに勝利し敵の領土を手に入れた。ところが岐阜の王子、血気盛んなフォーティブラスが岐阜と名古屋の国境に兵を集め出した。力ずくで奪われた領土を取り返そうという魂胆だろう。が聞けるならば、声が出せるならば話してくれ。お前の魂を鎮めるために何かしてほしいことあるか。この国の運命を知っていて今ならそれを避けることができるというなら教えてくれ。消えてしまった。何か言おうとした途端、おんどりが泣いた。夜明けを告げるおんどりの声でさまよう亡霊たちは住処へ戻るという。見ろ、もうじき朝がやってくる。見張りはここで打ち切ってハムレット王子にお伝えしようではないか。友として、臣下として、ハムレット様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 。我が兄サンシャイン王の思い出は未だ生々しく、国民たちは一様に涙に暮れている。しかし悲しみに負けてはならぬ。そこで私が大いにつき、かつての義理の姉、このガートルードを妻に迎えることにしたのだ。皆が賛同し祝福してくれたこと、厚く礼を言おう。次に岐阜のフォーティンブラスのことだ。兄サンシャイン王が死んだことで我が国の力を見くびっているのか、領土を返せとしつこく使いを送ってきやがる。目には目を、歯には歯を、やつが剣を握るならば我らも握ろうではないか。ありがとう、皆の忠誠嬉しく思うぞ。さてレアティーズ、願い事があると言っていたが、なんだ。お前の父親ポローニアスとはまさに頭と心臓深い関係にある。この栄の王が何でも叶えてやろう。陛下、東京へ戻るお許しをください。私は陛下の戴冠式に参列するため喜び勇んで帰国いたしましたが、その務めも終わり、心は再び留学先の東京へと向かっています。父の許しは得たのか。得ております。どうか陛下からも出立のお許しを。
来るがいい。青春を謳歌し、その才能を伸ばして帰ってこい。ありがとうございます。お兄様、よかったわ。ありがとう。よかったら頑張ってこいよ。だが、さてハムレット、我が老いにして我がせがれ、お世辞にもおじは親父と同じだとは言えません。なぜいつまでも顔に雲がかかったままなのだ。太陽が消えたのです。せがれ扱いはやめてください。ねえハムレット、いつまでも目を伏せていないで、親しみの眼差しを新しいお父さんに向けておくれ。生きとし生けるものは必ず死ぬの。母上、そんなことは知っています。それならどうしてお前は。父の死以来、毎日着ているこの喪服も、毎晩川のように流れる涙も、所詮は悲しみの飾り、私の心を映すには足りません。父の死を嘆くのはお前の優しい性格ゆえ、息子としてはバレだが、いつまでも悲しみに暮れるのは男らしくない。いい加減私を父親だと思ってくれ。そうだ、お前こそ我が老いを継ぐものだと宣言しよう。アメリカの大学へ戻りたいというお前の気持ちは王位継承者に反する。お母さんからもお願い、ハムレット、アメリカには行かないで、私と新しいお父さんをそばで支えてちょうだい。できるだけ母上のお言葉に従います。心のこもった嬉しい返事だ。今日は祝杯をあげよう。息子ハムレットと名古屋栄の永遠の発展に。手羽先が食べたいわ。味噌カツも捨てがたいです。味噌煮込みうどんは汁が跳ねるから嫌よ。美味しいんだよ。くだらない、この世のありとあらゆるものがくだらない。許せない、父上が亡くなってすぐ母上はあんなに愛されていたのに忘れてしまったのか。一月も経たぬうちに父上の弟と叔父と結婚してしまった。許せない、胸が張り裂けそうだ。ハムレット様、ハムレット様、ハムレット様、ホレイシオ、ホレイシオではないか。いかにも王子の忠実なしもべ、ホレイシオです。友達なの？なぜアメリカからここへ。いやー、授業をサボるのが性分でして。サボるなんて君の柄じゃない。栄に何の用だ。お父様のお葬式の参列をし、汚い汚い。すっきりすっきりじゃねえ。ありまちゃん、友達をからかうな。母上の結婚式を見に来たんだろ。残念ながらどちらも正解です。倹約だ倹約、葬式用に焼いたパイがそのまま結婚式の食卓を飾るんだ。天国の父上もフォークを握りしめているだろう。それが昨晩父上をお見かけしたのです。父よ。はい、見張っていた城壁の上で二晩続けて頭からつま先まで紛れもなくお父上でした。私はこのことを密かに打ち明けられ、昨晩その亡霊に話しかけてみたんです。お父様は何か言いたげな素振りをしていましたが、一番鳥が鳴いて消えてしまいました。今夜は俺も見張りに立とう。また出るかもしれない。きっと必ず。このことは口外するな。今晩何が起ころうと胸に収めてくれ。では城壁の上でまた会おう。仰せのままに。友情のままにと言ってくれ。さらばだ、行こう。父上の亡霊が、夜が待ち遠しい。それまでは心よ落ち着け。悪事は必ず暴かれる。たとえ地の奥深くに埋め隠されても。父さんは俺の見送りに来ないのかな。朝から鳥と遊んでたからちょっと遅れてるんじゃないですか。鳥みたいな顔してな。あ、オフィリア、もうお別れだ。船便があるときは手紙をよこせよ。ええ、もちろん。ハムレット様のことだが、
いろいろお目をかけてくださっているのは若さゆえの気まぐれだと思っていろ。どうして？そう考えるんだ。今はお前を愛してくださっているかもしれない。しかしハムレット様が誰を妃に選ぶかは国家の安泰と存亡がかかっている。国民の賛同を得なくてはいけない。愛の言葉をほどほどに信じておくのが賢明だ。わかりました。私には厳しいことを言っておきながら、お兄様はやりたい放題、なんてことはなさらないでね。こいつ兄貴が心配しちゃってんのに。おい、捕まえたぞ。あ、お父さん、レアティーズさっさと船に乗らんか。あ、順風満帆のお前に2歳言っておくぞ。しっかり肝に銘じておけ。はい。口は災いのもと、親しき仲にも礼儀あり、腹は立て損、喧嘩はし損、孫にも衣装、服に金をかけろ、金の貸し借りはするな、貸せば金と友を同時に失う、借りれば倹約が馬鹿らしくなる、あと己に嘘はつくな。もうお腹いっぱいです。親父の小言が過ぎますわ。あと鳥は一番可愛いを覚えておきなさい。レアティーズ、時間だ。父上、行ってきます。オフィリア、さっき言ったこと忘れるなよ。この胸に錠を下ろし、鍵はそちらへお預けしましょう。ありがとう。さようなら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 。さっき言ったこと？ハムレット様のことです。ハムレット様とどのようになっているのだ。正直に話しなさい。好きです。ハムレット様もきっと私のことを。これからはハムレット様とお会いするのを控えなさい。しかし真剣な様子で愛を打ち明けてくださいました。お言葉に偽りがないことを何度も天に誓われました。ハムレット様はまだお若く、お前よりもずっと高い身分のお方だ。要するに誓いの子供だと信じてはならぬ。今後一切、たとえほんのわずかの間でもハムレット様とお言葉を交わしてはならぬ。お父様。オフィリア、これは命令だ。はい、お言葉通りに。寒いな。今何時だ？12時を回りました。そろそろ亡霊がさまよう時間です。ハムレット様、あれは。お前を何と呼ぼう。善良な亡霊か、呪われた悪霊か。いや、サンシャインよ、父上、答えてくれ。なぜ死んで手厚く葬られた亡骸がここにいる。いえ、どうして、どうしろというのだ。手招きをしている。聞いていてはなりません。なぜだ。何を恐れることがある。命など針一本ほどもしくはない。言ってはなりません。これ以上止めるな。俺の運命が叫ぶんだ。嘘け。我を失っておられる。あと何か秘密があるに違いない。ハムレット様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 。どこへ連れて行く気だ。口を聞け。地獄へ戻らねばならん。なんと哀れな。哀れむより心して聞け。聞けばそなたは復讐せねばならん。復讐？我こそはそなたが父の霊子。地獄へ落ちた者が秘密を語ることは禁じられているが、たとえこの身が焼かれようとも聞いてくれ。ハムレット。父上。
悪徳非道の殺人に復讐せよ。殺人？ハムレット、わしは果樹園で眠っているところを毒蛇に噛まれたことになっているが、それは真っ赤な嘘だ。そなたが父を噛み殺したという毒蛇は今頭に王冠を乗せておる。じゃあやはりおじが私の予感通りだ。夜明けが近い、手短に語ろう。いつもの午後、宮廷の果樹園で眠っていると、そなたのおじが毒の小瓶を手に忍び寄り、我が耳に毒薬を注ぎ込んだのだ。わしは弟の手によって命も王冠も妃も奪われた。なんという非道だ。そなたに人の心があるならばこれを許すな。だがそなたの心は汚すな。母に危害を加えてはならん。母のことは天に委ねるのだ。もう行かねばならん。さらばハムレット、父を忘れるな。忘れるなだと。忘れるものか。この頭の中に刻まれるのはお前の命令のみだ。そうだ、天に誓って復讐してやる。おじよ、その正体を見たぞ。さらばハムレット、父を忘れるな。ハムレット様、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 どうしました？諸君に一つお願いがある。今夜見たことは決して口にしないでくれ。はい、決して。誓えるか、この剣にかけて。誓える。あんた、お前もそういうか、相棒。もう一度、口にせぬと誓え。誓える。あっぱれの父上、この声はどういうことだ。ホレイシオ、天と地の間には学問では理解できぬことがあるようだ。いいか、俺がこの先どんなにおかしな振る舞いをしようと、今夜のことは口にせぬと誓え。誓え。まただ。沈まれ、沈まれ、亡霊よ。このハムレットが神に代わって裁いてやる。俺が生まれたのは悪を正すためだ。俺は生きる、生きるために戦ってやる。何気なく生きてきた、転がる石のよう、さまよう風のように生きてきた。いつしか死んでいた、光のない目で、魂のない体で歩いてた。人生は一度きり、受け売りの言葉が今日も世間に消えてゆく。しがきこと忘れるな、メメントモリは僕の心に響かない。何のために僕は生まれてきたんだろう。この歌声はレクイエム、死への旅はすでに始まってる。何のために命燃やせばいいんだろう。この体もこの心もただ燃え尽きたいんだ。僕は生きる。
日が昇っては日が暮れてゆくのを見送ってた。体が重くて心が痛い生を受けた責任が重くのしかかる。どこへ向かって走り出せばいいんだろう。僕らは山を越えて海を渡ることはできやしない。誰のために僕は生きればいいんだろう。僕らは一人じゃない、でもきっと一人なんだ。ハムレット様の錯乱をお知らせせねばならん。大丈夫か。よく来てくれた、ローゼンクランツにギルデンスタン。幼い時からハムレットと共に過ごしてきた君たち二人の力が必要になって急遽迎えをやったのだ。危機を読んでいるだろう、ハムレットの様変わりを。外見も内面もハムレットがハムレットで亡くなってしまったのは父親が死んだ以外私には分からん。あなた方ほど王子が心を寄せている二人はこの世にいないと思います。どうか宮廷にしばらく滞在し遊び相手となって王子の悩みの種を探ってほしいの。いえいえ、どうかご命令としてお申し付けください。我ら両名精一杯力の限りを尽くす所存でございます。ありがとう。すぐに様子の変わった息子に会ってやってください。我々の慰問でハムレット様のご機嫌が麗しくなりますように。そう祈りましょう。失礼します。行こう。何して遊ぶ？末永氏、知ってるか？ SK48 が舞台ハムレットやってるらしいでござるよ。ハムレット今日が千秋楽らしいぞ。あ、なんだって？あ、チケット早く買いに行かないと。アフロの終わってしまうぞ。アフロの2人いるかな？もう満員だったぞ。
か、簡潔に申し上げます。私には娘がおります。これが高校な娘でして、私にこんなものをよこしました。読みます。うるわしきオフィリアへ、デラスキダで付き合ってくれん。なんてひどいラブレターなんだ。こんなひどいラブレター。これがハムレットからオフィリアへ。ええ、さようでございます。続きです。毎日君のことを考えてはやだがやだもんで、今度ケッタに乗って海まで行くみゃ。あ、ケッタというのはですね、名古屋弁で自転車という意味でございます。恋で前に進むタイプのやつでございます。乗ったことありますか？あるのですね、陛下。陛下でも乗られるのですね。ああ、そうなんですね。あなたしっかり。それで娘は王子の愛をどのように受けたのだ？受けた？いえいえ、私はすぐに若い娘に孔明しました。お前とハムレット様では身分が違う。今後は文通もデートもプレゼントも一切受け取るなと。その結果、ハムレット様は振られまして、食欲減退、夜も眠れず、体力消耗、気力喪失、容態は悪化の一途をたどり、あのようにご安心なさっているのです。どう思う？あの子も年頃ですから、ありえますわ。私が今まで断言したことで間違っていたことなどありますでしょうか？私の知る限りない。ご心配でしたら私が確かめて差し上げましょう。どうやって確かめる？ハムレット様はこの廊下を何時間も休まずにお歩きになります。ええ、確かに。そこへ娘を放ってみましょう。そして私と陛下は身を隠して二人の様子を伺うのです。なるほど、試してみよう。あ、ハムレットがやってくるわ。さあ、お二人とも隠れて私がお声をかけましょう。ハムレット様、ご機嫌いかがですか？元気だ、元気。あ、私のことはお分かりで？よく知っている、魚屋だろ。魚屋？違いますよ。では魚屋ほど誠実であってくれたまえ。今のご時世、誠実なやつなんて1万人に1人いるかいないかと。だいぶイカれてやがる。ごもっともでございます、ハムレット様。お前には娘がいるのか？ええ、オフィリアという娘が。物騒な世の中だ。外は歩かせず、家に鍵を閉めて閉じ込めておくとよい。口を開けば娘のことばかり。これは急いで娘と出会わせる算段を立てよう。ハムレット様、私はこれにて。ああ、今度はうなぎでも持ってきてくれ。うなぎ、うなぎですね、ひつまぶし美味しいですよね。ハムレット様、ローゼンクランツにギルネスさん、久しぶり。元気してたか？元気だ、元気。ハムレット様も元気そうで。君たち、こんな牢獄に送り込まれるとは何をしでかした？牢獄？ああ、この城は牢獄だ。この城が牢獄なら、世界中が牢獄だ。では、ざっくばらんに聞くが、君たちはなぜ栄えにやってきた？よー、それはハムレット様にお会いするため以外理由など。まあ、ありがとう。俺に礼を言われると高くつくぞ。君たちは呼び出されたんじゃないのか？その顔にちゃんと書いてある。王や王妃に呼び出されたんだろう。いや、何のためにでしょう。俺を大事に思うなら隠すな。よ、呼び出されました。君たちが王や王妃と交わした密約を言い当ててやろう。ドキ、
俺は最近何もかも面白くないのだ。寝ても覚めても人生に嫌気がさしている。元気づけて訳を突き止めろとでも言われたか。いいえ様大谷王妃は勘違いされているようだ。俺の気が狂っているのは俺が役者だからさあ、ハムレット様、実はこちらに来る途中旅の一座と出会いました。ハムレット様に気晴らししていただこうと連れてまいりました。それは名案かもしれない。なんという劇団だ。劇団金のシャチホコでございます。おいおい、その劇団大丈夫か。劇団金のシャチホコの皆さん、どうぞこちらへ。ジャージとタオルのファッション、いかにも劇団って感じだ。ありがとうございます。実はあまり劇団というものをよく知らないのだが、少し芸を披露してもらっていいかな。お願いします。見たい。劇団金の社長子の座長、織田信長です。君と味噌味噌カツカツしたい、味噌カツです。あなたと土鍋で煮込まれたい、味噌煮込みです。僕たちを愛して味噌。俺はお前らを愛してるぞ。ありがとうございます。邪魔だ。よし、お前たち脱発声をするぞ。はい。あげまかえないよ、受けに髪を泳げる。おい、サボんな。かきのげくりのぎがきくりの気づきつけつこつかいけいけい。ちょっと待ってくれ、なんと叫んでいるんだ。アベンバーカイナアユエオ、演技が上手くなる呪文です。よし、次はポージングだ。はい。僕が出すお題を全身で表現するんだ。まずは流れ星、流れ星、流れ星、流れ星。なぜだか流れ星に見える。想像力、お芝居は想像力ですから。あ、暑い。これ大変なんだよ。おい、立て。はい。次はスローモーションだ。音楽。なぜだか泣けてくる。ただゆっくりと走ってるだけなんですけどね。いや、よろめいてるし。僕らは今瞬間、瞬間を生きているんだ。だから泣ける。大丈夫ですか。泣ける。お見事だ。君たちには明日の晩芝居を上演してもらおう。台本は僕が書く。やれるか。もちろんですとも。僕たちは劇団金の社長子ですから。社長子。楽しいな。ローゼンクランツにギルデンスタン、劇団員の皆さんを奥へ案内してやってくれ。はい、どうぞこちらです。こちらです。やっぱ社長子が全国一位だ。全国だ。これでも入っていいですか。やっと一人になれた。聞いたことがある。罪を犯した人間が芝居を見て心を揺さぶられ悪事を白状したとか。あの役者たちに父上殺害にいた芝居を出せ、法事に見せてやろう。その顔色が少しでも変わればやるべきことは分かっている。芝居だ、芝居で確かな証拠をつかんでやる。
であってもあいつが狂ったふりをしている理由が探り出せなかったのだな。何が原因なのかお明かしになりません。あまり探られたくないご様子で巧みに狂気を装い我々をお酒になるのです。何か気晴らしでも進めてみましたか。ああ劇団の芝居を進めてみたところ今晩宮廷で芝居を感激なるそうです。両陛下にもお芝居をご覧くださいますようお願いせよと申し使っております。ハムレットからの誘いだ。喜んでそうしよう。これからもハムレットを励ましてやっておくれ。かしこまりました。行こう。何して励ます。握手会。握手会はどうかな末永氏。知ってるか、あの末永桜花ちゃんってあの須田あかりちゃんよりも神対応らしいぜ。でもほら恥ずかしいから何も喋れなくなるよ。一緒に連番すればいけるよ。本当行こうぜ行こうぜ。急ごう急ごう。やったー。ガートルード、すまぬが君も外してくれないか。え、実は密かにここへハムレットをおびき出しオフィリアと出会うよう仕組んでいるのだ。私はポローニアスと身を隠し二人の様子を観察して見極めるつもりだ。本当にハムレットが恋煩いしているかどうか。わかりました。オフィリア、どうかお前の美しさがハムレットの乱心の原因でありますように。そうだと良いのですが。陛下、陛下、ハムレット様がお越しになります。こちらに隠れましょう。生きるべきか死ぬべきか、それが問題だ。ハムレット様。君に僕が見える、僕は生きてる、あなたが見えます、愛しいあなたが。僕の声は聞こえる、教えてくれないか。聞かせてあなたの声がいつも教えてくれる。死ぬことは眠ること、眠ると空く夢を見る。死という名の眠りの中で一体どんな夢を見る。怖いからためらう、だから生き延びてしまう。 To be or not to be、 生きるべきか死ぬべきか、Today or not today、 それが問題だ。戦って生きたい、夢を見るにはまだ早すぎる。ハムレット様、ご無沙汰しております。お元気でしたか。元気だ元気。いただいた思い出の品の数々近々お返しいたします。なぜ。甘いお言葉も添えてくださったけれど甘い香りが失せてしまいました。お前は自分に誠実か。え、お前は美しいか。どういう意味でしょう。私はかつてお前を愛していた、しかし今は愛していない。なら私は思い違いを。暴てらいけ。罪人の子を見たいのか。俺だって誠実なつもりだったが生まれてこなければよかったと後悔することもある。うぬぼれ屋で復讐を狙う野心家であまりに多くの罪を抱え込んでいる。
俺たちや皆ならず者だ。だからお前は天寺へ行け。神様、この方を助けて。どうしても結婚するならバカとしろ。賢い男には騙されるぞ。化粧をするな。神様は一つのお顔を与えになったのに、お前たちは別の顔を作り出してしまう。もうたくさんだ。おかげで気が狂った。誰も結婚などしてはならぬ。皆独身でいろ。天寺へ行け。神様、この方を元に戻して。君に俺が見えるか、俺は生きてるか。あなたが怖い、愛しいあなたが。俺の声は聞こえる、さあ教えてくれ。声が聞こえない、私の心砕いた。死の恐怖さえなければ、辛い人生に至るものか。探検の一月でケリをつけてしまおうか。臆病な僕らはまた生き延びてしまう。 To be or not to be、 生きるべきか死ぬべきか。 To die or not to die、 それが問題だ。戦って生きたい。同じ夢を見ていたかった。星とも花とも歌われたお方が、見るも無残なお姿に。あの方の甘い恋の調べによったのに、今聞こえてくるのはひび割れた不協音。ハムレット様は変わってしまった。恋だと？いや、そんな浮ついたものではない。あの狂気の下にはきっと何かが隠されている。危険だ。何か理由をつけて奴を国外に追放しよう。それが良いと思います。でももしよろしければ、お芝居の後にお妃様お一人でハムレット様にお悲しみの理由を問い詰めていただくというのはいかがでしょうか。血のつながった母になら心を開くかもしれません。よし、そうしよう。遅くなったが、やっと台本を書き上げた。これを芝居にして上演してくれ。お任せください。劇団銀の社長この名にかけて精一杯演じさせていただきます。頼んだぞ。よし、頑張るぞ。早く行けよ。おい、ホレイシオ、ホレイシオ。はい。お呼びですか、ハムレット様。大谷王妃様は今晩の芝居をご覧になるのか。はい、すぐこちらにお見えになります。よし、君に一つ頼みがある。芝居の最中、全身全霊を傾けて叔父を観察してほしい。もし芝居を見ても奴が隠された顔を出さなければ、俺たちが見た亡霊は悪魔だ。わかりました。ハムレット、どうだ調子は。まもなく芝居の幕が開きます。まるで夢の中にいるようです。ハムレット、こちらへ来て私の隣に座りなさい。いいえ母上、私は陛下の向かい側で。膝の上に寝てもいいかな。ハムレット様、いけません。ただ頭を膝に乗せるだけだよ。ご機嫌ですね。
った果樹園で抱き合う二人は果汁たっぷりのフルーツポンチ甘く甘く溶け合うように一緒の墓に入りましょう。あなたあなた眠ってしまったわ。ルーシアナス愛しのルーシアナス。 Hey yo 俺は真男やってきたぜとことこ王様の親戚 I am ルーシアナス。ゴンザーゴ王冠はいただいたぜ。 Hey その代わりに毒をあげよう。ゴンGo! 果樹園で居眠りしたら果樹たっぷりのポイズン地獄苦しめ苦しめ。お前は一人でお墓に入るんだい。ああミュージカルだよ。おふざけが過ぎます。庭で王を毒殺し国と妃を奪うのです。王の名はゴンザーゴ。昔話の実話です。あなたどうなさいました。くだらん芝居はやめな。邪気しろ。あなた陛下あなた陛下陛下泣いて逃げろ。お礼しよう。見たか。はっきりと特撮のシーンを見た途端だ。確かに見ておりました。ハムレット様ハムレット様、国王陛下が大変ご気分を悪くなされ引きこもられました。飲みすぎたか。違います。ハムレット様にお腹立ちです。それなら医者に見せた方がいい。腹の虫も収まるだろう。ハムレット様のご不満の原因は何なのです。王座に登れぬからだ。母君、お妃様が大変お気をもみになられ私を使わせました。ハムレット様とお二人でお話がなさりたいとおっしゃっております。慎んで従おう。すぐ母のもとへ参る。お礼しよう。面白くなってきたぞ。心よ、情を失うな。母を殺した暴君ネロのようになってはいけない。短剣は使わず言葉でぐっさり胸を突き刺すのだ。あの男は筋肉をあの筋
放っておいてはこちらの身が危ない。急いで国外追放に。私の様から連れて行け。早速準備。できるだけ遠く。突破に。怖いよ。陛下、陛下、ハムレット様が母君のお部屋に向かわれます。私は隠れ様子を伺っておきましょう。失礼します。我が罪はおぞましく、天にまで異臭を放つ兄弟殺しの罪だ。祈りたい、祈らねばと思うのだが、何と言って祈ればいい。我が罪をお許しくださいか、殺人をお許しくださいか。いや、私は殺人で得たものまだ手にしている。我が王冠、我が王妃、後悔の念もないまま懺悔はできない。しかしせめて祈ろう。すべてがうまくいくように。今ならやれる。やればやつは天国に行くかもしれない。それで復讐になるのか。剣よ、収まれ。もっとおぞましい目に合わせてやれ。地獄に突き落としてやれ。やはり心の友なあの声は天には届かぬか。ハムレット様はすぐにいらっしゃいます。私は物陰に隠れ息を殺しておきましょう。どうかきつくお叱りくださいますよ。いたずらが過ぎてもはや我慢なりません。母上、母上。ハムレット様がいらっしゃいました。こちらです。こちらに。母上、どうなさいました。ハムレット、お前のことで父上はひどくお怒りです。母上、母上のことで本当の父上はひどくお怒りです。バカな返事はやめて。ねえ、どうしたのハムレット。バカな質問やめろ。私がわからないの。わかっています。あなたはキサキ、あなたの夫の弟の妻、そして残念ながら私の母上だ。そう、話を聞くつもりがないのなら話の通じる者を呼びましょう。誰か。静かに。母上は私が信じられないですか。殺す気。助けて。誰か、誰か、誰かいないのか。ネズミか。死ね。ポロホーニュ。ハムレット様、どうしてですか。ハムレット様、なぜ。ポロホーニアス、なんというむごたらしいこと。むごたらしい。母上が父上を殺してその弟と結婚するなといい勝負だ。父上を殺す。ええ、父上がそう言いました。このおせっかいな道化の次は母上の心を突き刺してやりましょう。私が何をしたというの。この家族写真を見てください。この男の中の男こそあなたの夫だった。そして隣で無邪気に笑っているのが私だ。この幸せを壊してまでおじと、このウィンランドの痛め目はあるのか。
心はあるのか。もうやめて、ハムレット。やめるものか。地獄に落ちるまでしっかり会えばいい。もう言わないで。お前の言葉は短剣のように耳に突き刺さる。この人殺しの悪党め、王冠をくすねた偽物のあの妃。やめて。ハムレット、忘れるな、その女はお前の母親だ。私にどうしろというのです。私はお前の復讐の決意を確かめるために来た。母には手を差し伸べてやれ、言葉をかけてやれ、ハムレット。大丈夫ですか、母上。お前こそ大丈夫？何かを見つめ、ありもしない人と会話したりして。ほらそこに青白い顔してこちらを見ています。誰と話をしているのです？何も聞こえないのですか？私たちの声の他には。ほら父上が生前の魔法の姿で言ってしまう。ご覧なさい。お前の頭が作り出した幻です。それが狂気の原因なの。狂気？私の狂気のせいにしてご自分の罪から目をそらすのはやめてください。天に懺悔し、過去を悔い、これからは真っ当に生きるのです。もう叔父の寝床に行ってはなりません。この人も罰を受けたのです。私が神に代わって鞭を打った。死体は片付け、殺した責任は負いましょう。安心して、このことは決して誰にも言わないから。私は国外追放になりそうです。この男のおかげで急いで行かなくちゃいけなくなった。おやすみなさい、母上。ガートルード、これからどうするのか落ち着いて話そう。騒ぎだ。ハムレット様、遺体はどうなさいました？元の通り土に返しておいた。遺体の場所を教えてください。礼拝堂へお運びするのです。そして一緒に陛下の元に行きましょう。望むところだ。俺を奴の元へ連れて行け。鬼さん、こちら手のなる。おい！
あの男を自由にしておくと危険だ。しかし奴はこの国のうち国民も奴を慕っている。穏やかに済ませるためには刑罰でなく奴を国外に送り出すしかない。陛下、陛下、ハムレット様はどこに遺体を隠したのか用途なさいません。奴はどこだ。外に控えております。連れてこい。は、ただいま。ハムレット、ポローニアスはどこだ。夕食の最中です。夕食、食べているのではなく食べられているところです。虫どもに。ポローニアスはどこだ。天国です。使いのものをやってみてください。もし見つからなければ城へ上がる階段のところを嗅いでみてください。そこを探し出せ。はっ、慌てなくとも逃げやしないぞ。ハムレット、お前のことは許さんぞ。覚えておけ、俺もお前を許さない。王の前で剣を抜くとは。私を切りますか。元より覚悟はできております。いや、ハムレット、船の支度が整い風向きもいい。旅に出る準備をしろ。王様のお望みならばこの国を出ていきましょう。さようなら、叔父上。この紳士を持ってついて行け。急いで船に乗るように仕向けろ。ぐずぐずするな。はっ。あの神社には即刻ハムレットを殺すようにしたためておいた荒れた病を治す荒療治だ。もうじき全て肩はつく。名古屋栄の国を攻めるためだ。我が国を。私は岐阜の王子ファーティンブラス。父を殺され奪われた領土を取り返すためにやってきた。しかし岐阜と名古屋では力の差は歴然だ。たとえ負け戦になろうともこの身が滅んでも剣を治めるわけにはいかない。父の無念を晴らすためだ。行くぞ。ハムレット様、港まであと少しです。参りましょう。すぐに追いつく。一足先に行っててくれ。俺は臆病風に吹かれているのか。人間とは何だ。ただ食って寝るだけだとしたら獣と変わらない。この俺はどうだ。父を殺され、母を怪我され、復讐する大義があるたようにおめおめと逃げるつもりか。見ろあの王子を。俺の心よ、血に飢えろ。さもなければ生きている意味はない。お
リアとは話したくありません。気が触れているのです、哀れだとお思いください。私にどうしろというの。しきりに死んだ父親ポローニアスのことを口にします。泣いていたかと思ったら突然怒り出したり。このままだとよからぬ噂が立ちましょう。ハムレットが殺したと。わかりました、通しなさい。オフィリア、オフィリアおいで。美しいお妃様はどちら。どうしたのオフィリア。私歌を作ったの、お願い聞いて。恋人はもういない、言ってしまった。花畑の向こう側、届かぬ場所へ。お父様を待っているの。どれだけ待っても帰ってこないんです。オフィリア、ポローニアスはもう。そのことは内緒にしておきましょう。聞かれたらこう答えるの。お父様はしばしいない、言ってしまった。あの川の向こう戻れぬ場所へ。お父様はしばしいない、帰ってこない、家の鍵を開けたまま、せめて待ち続けよう。でもお父さんが冷たい土の中に埋められたと思うと泣かずにはいられないの。お兄様に言わなくちゃ。おやすみなさい。ホレイシオ、後をついていけ。よく見張っているんだ。かしこまりました。かわいそうなオフィリア。ガートルード、国民たちがポローニアスの死について噂している。彼をどさくさに紛れて葬ったのは考えが足りなかった。避難の集中砲火だ。ウェンディー！
合い、何の騒ぎでしょう。この卑劣な王め、父を返せ。落ち着け、レアティーズ。なぜそのように怒っている。父はどこだ。死んだ。でも王のせいではありません。俺は騙されないぞ。忠誠などくそくらい。父の復讐だけは徹底的にやってやる。レアティーズ、父の死の真相を知りたいのなら剣を下げろ。誰が本当の敵なのか教えてやる。何？それでこそ立派な騎士だ。君の父親を殺したのは。あ、お兄様。これはローズマリー。花言葉は記憶。どうぞ覚えていてね。これはパンジー。花言葉は思い。オフィリア、あなたにはウイキョウ、それとオダマキ、あなたにはヘンルーダ、そして私にも少しひなぎくもあるわ。スミレをあげたかったんだけれど、お父さんが死んだ時にみんな枯れちゃったの。立派な最後だったんですって。優しい妹、可愛い乙女が。もう帰ってこないのかしら。安らかに。皆さん、さようなら。オフィリア、レアティーズ。君と悲しみを共にしたい。この私も被害者なのだ。もし私が父親殺しに関わっているなら、王座もこの命も君にくれてやる。しかし、関わっていないと分かれば私に力を貸してくれ。共に力を合わせて仇を討とうではないか。分かりました。犯人の首めがけてその剣を振り下ろすがよい。ハムレット様から手紙が。ホレイシオ、これを読んだならもう一通の手紙を国王に届けてくれ。それは国王宛ての手紙だ。私は海に出て2日と経たぬうちに海賊に襲われてしまったが、どさくさに紛れて海賊船に乗り込むことに成功した。金を渡したら名古屋へ返してくれるらしい。迎えに来てくれ。君の耳に入れたいことがある。ローゼンクランスとギルデンスタンは何も知らず旅を続けている。君の友達、ハムレット。ハムレット様のところに行かなくては。
私の潔白が分かったか。そして君の父親を殺した男ハムレットはこの私の命も狙っている。ならなぜ陛下は直接手を下さないのです。あいつの母親、私の愛する王妃がまだ息子のことを愛してるからだ。そしてもう一つ、奴は国民から大層人気がある。しかし私は父親を殺され、妹を惨めな姿に変えられたのです。思い詰めるな。あいつから私に手紙が届いた。ハムレットから。私は名古屋栄に帰ってまいりました。明日お会いしに参ります。その際、なぜ私が帰ってきたのか、恐ろしいことの顛末をお話し申し上げましょう。ハムレット、来るがいい。死ぬのはお前だと面と向かって言ってやる。レアティーズ、私の言う通りにするか。ええ、和解しろなどと馬鹿げたことを言わない限り。お前の剣は天下無双だと聞いている。以前この話をハムレットにしたところ、ぜひとも手合わせしたいと話していた。そこでだ。喉笛をかき切ってやります。明日ハムレットが帰ってきたら、お前の話をして試合に持ち込もう。試合でならお前は父親の恨みの一撃をお見舞いできる。やりましょう。自分の剣先に毒を塗っておきます。少しでもかすれば奴は地獄行きです。必ず仕留めろ。いやいや、念には念を入れよう。試合をすれば喉が渇く奴の杯を用意しよう。毒入りの杯だ。これで必ず復讐は達成される。あなた、あなた、どうしたお前。ベアティーズ、あなたの妹が溺れました。溺れた？どこで？小川のほとり。あの子は美しい花飾りを作っていました。その花飾りを天国のお父さんにと、柳の木によじ登った途端、意地悪な枝が折れ、真っ逆さまに涙の川へ落ちました。あの子は自分の不幸も分からずに大好きな歌を歌っていましたが、服が水を吸って重くなり、死の底へ引きずり込まれたのです。オフィリア、もう水はたくさんだろう。だから涙は流すまい。陛下、失礼します。ついていこう、ガートルード。冷静さを変えた奴がおかしな行動に出ないとは限らない。葬式か。あの骨にも舌があって、かつては歌うことができたろうに。舌は無情なものだ。あれはレアティーズ、帰ってきていたのか。俺の妹を土に埋めろ。その美しく汚れなき体より、花よ、咲き誇れ。何？オフィリアが？オフィリア、オフィリア。待て、父をかけるな。今一度この胸に抱きたい。ハムレット、貴様の妻になってくれればと。
願っていたが、この悪魔め、オミリアを返せ。ハムレット、ハムレット、お姉ちゃん、二人を引き離せ。気が狂っているんだ。オフィリア、君までいなくなってしまった。俺は何のために生きればいいんだ。ハムレット様、待って。早速あの剣を実行に移そう。ガートルード、君の息子にはやがて静かな時がやってこよう。それまでじっと我慢するんだ。船の中で胸騒ぎがした俺は、ローゼンクランツとギルデンスターの荷物の中から国外追放を記した王の委任状を盗み出し読んでみたんだ。ホレイシオ、なんて書いてあったと思う？その委任状を読んだら、即刻俺の首をはねるよう書いてあったんだ。本当ですか？だから俺は俺の名前をローゼンクランツとギルデンスターに変え、荷物に戻しておいた。その手紙の運び手二人を即刻処刑すべしとな。そしたら翌日、海賊に襲われてここに流れ着いたってわけだ。ではローゼンクランツとギルデンスタンは死んだのですね。連中は好き好んでシャシャリ出てきたんだ。両親はチクリとも痛まない。クローディアス、まったくなんていう王様だ。こうなったらやるしかない。やつは父を殺し、母を怪我し、王位を奪い、俺の希望を打ち砕きやがった。やらねば、ハムレット様がやられます。ああ、しかしホレイシオ、レアティーズには悪いことをしたと思っている。俺と同じような立場に追い込んでしまったのだから。し、誰か来ます。ハムレット様、ようこそ名古屋へお戻りなさいました。この米付きワッタを知ってるか？いいえ。王様の側近オズリックでございます。陛下からお言付けがございまして。おじから？なんだ。最近ご帰国なされたレアティーズ様は、それはもう火の打ちどころのない男でいらっしゃいまして、国民から大層支持されております。確かに立派な男だ。次の王様にはレアティーズ様をという声が日増しに上がっております。しかし正当な王位継承者はハムレット様、あなたです。そこで剣の試合をし、どちらが王位にふさわしいか国民の前で明らかにすべきではないかと陛下はお考えでございます。ハムレット様、レアティーズは剣の達人だと聞いています。受けてはなりません。その試合、受けて立ちましょう。ハムレット様、ではそのようにお伝えしてまいります。これは罠だ。きっとクラディアスの企みが。俺はあのサンシャイン王の息子だ。幼い頃より王にふさわしい男になるため剣の稽古は毎日欠かしたことはない。しかし胸騒ぎが。何を恐れることがある？この試合の騒ぎに乗じてあの宿敵クローディアスを撃つ機会があるかもしれない。俺は自分のこの国の未来のために戦う。それしか道はない。Thank you.
よりハムレット様とレアティーズ様の試合を取り行う。君には悪いことをした。許してくれ。俺は精神の錯乱に悩まされていたんだ。俺のしたことで君は傷ついてしまったかもしれないが、それはこのハムレットではない。悪意はなかった。どうか寛大な心で許してくれ。今の言葉で少しは気が晴れました。しかし名誉という点では別です。私は父の妹の仇を討たなくてはなりません。復讐という野蛮な方法ではなく、この試合に勝って二人の名誉を取り戻すのです。その言葉心より歓迎しよう。戦え、ハムレット。勝った者が王の杯を受け取れるのだ。おい、杯に勝者のワインを注げ。最高のワインを。さあ来い。ハムレット様、いざ勝負。なる上はハムレット、喉が渇いただろう。勝利の杯のワインを飲んで勇気を得るがいい。いえ、結構です。勝利の美酒はこの男を倒してから。あの子、息が切れてる。ハムレット、勝ちなさい。お前の父親はどんな苦難にも立ち向かって勝利したわ。母上、分かっています。私がお前の勝利を祈って乾杯しましょう。待て、ガトルーノ、飲むな。毒を万事休す。ハムレット様、今度こそ決めます。どうかな。赤子の手をひねるようだ。俺はまだ本気を出しちゃいない。やはり勝負がつかない。これでもくれ。HUH!
犯人は誰だ、誰が抜くの。犯人はここにいるぞ、ハムレット。だがハムレット、君はもうダメだ。どんな薬でも助からない。私の剣には毒が塗ってある。卑劣な企みは我が身に降りかかり、私も死ぬ。母君は毒殺、それは王が、王こそが犯人。先に毒まで塗って、己クローディアス、毒よもう一度働きだ。違う、謀反だ、ハムレットの謀反だ、謀反だ。私は岐阜の王子フォーティンブラス、
名古屋栄の者たちよ、城を明け渡すがよい。次の王はボーティンブラス、彼を選ぶのが俺の意志だ。だから彼に伝えてくれ。ここで起こった馬鹿げたことの全てを。見なさい、優しい王子様。この死体の山は一体何があった？お聞きください。この物語はみだらで血生臭い人の道に背く行い、偶然の誤解、卑劣な罠、意図せぬ殺人、つまりは人が生きている限りどこにでもある出来事だったのです。もっともっと詳しく聞かせてくれ。我々が同じ過ちを二度と繰り返さぬように。わかりました、陛下。遺体を運べ、音楽を奏でて大砲を撃って飛ぶなえ。Thank you.
ずっと聞いてたい。千秋楽、皆さん本当にありがとうございました。嬉しい。わあ、皆さんが立ち上がって拍手をしてくださり本当に嬉しいです。いつやめるの拍手。いや嬉しい。いやでも本当にそれだけ皆さんの心に響いたのかなと思うと嬉しいです。一応聞いておきます。皆さん楽しんでいただけましたか。ありがとうございます。いや本当にこうして千秋楽無事に、迎えることが終えることができたのも本当にたくさんの方が支えてくださったおかげだと思っています。本日最後の公演ではなおちゃんに感想を聞いてみたいと思います。はい、本当にありがとうございます。ありがとうございました。クローディアス役と劇団員金のシャチホコ役とやってないあと何ちょっと待ってよ。当たり前言っちゃったんだよ。嘘ついた。嘘待って、ちょっと上がらないでください。私の番だと陛下ほんとみんながこうやって何役もやってるのすんごい羨ましくて、いつもなんかいっぱい称号があっていいなと思ってたんですけど、はい、まあ、改めてあのクローディアスの古畑奈緒でした。あのですね、ありがとうございます。ありがとうございます。このね、みんなと駆け抜けた、まあ、4日間と、まあ、練習含めればもう何週間にはなってしまうんですけど、あのこの私含めこの9人でこうやってみんなでできたことがとても私は嬉しかったです。はい、ありがとうございました。シンプル。え、終わり。すごい顔してるよ。顔変わってやばいよね。2人とも顔すごいやばいから。もう本当にでもめちゃくちゃもう毎日楽しくてすごいすごい濃い4日間だったので、またこうやってね、このまさか SK ビンゴのあの芝居からこうやってもう本格的な舞台につながるとは思ってなかったので、こうやってチャンスをいただけたこともめちゃくちゃ感謝してますし、またこうやって SK が、あ、舞台もできるんだって、 SK の力ってすごいなって各方面に伝わっていったらいいなと思います。本当に本当にありがとうございました。最初からこれぐらい喋ってくださいよ。ちょっとあるならば短すぎましたよ。金のシャチホコやればよかった。本当に。いやーでも本当に何でしょうね、SK のメンバーでその舞台に出演するメンバーがいたりすると結構私は見に行くことが多いんですけど、やっぱりその SK のメンバーのこう一生懸命何かに取り組んでいる姿が私自身もやっぱすごく好きで、そういうのに胸を打たれるので、自分が今回こうやって初めて舞台をやらせていただくって決まった時はそのメンバーたちみたいに一生懸命全力で取り組まないといけないなと本当に思いながらここまでやってきました。このメンバーだったからこそこうやって無事に乗り越えられたんじゃないかなと思います。これからもっともっとこう SK48 が新しいことだったりいろんなことに挑戦していって、その姿を皆さんに見ていただいて支えていただいて見守っていただき、そして私たちからたくさんの方がパワーをもらっていただけるような、そんな存在に SK48 がなれたらいいなと思っています。もう皆さんが立ち上がって拍手してくださった時はちょっとうるっとしてしまったんですけれども、でもここはやりきったからにはもう最後は笑顔で終わりたいなと思って今ここに立っているんですけれども、本当にもうなんかこれだけじゃもったいないなというぐらいもっともっとやっていたかったなと思うんですけれども、皆さんにもぜひそうやってもっと見たかったな、もっと SK のお芝居見たいな、もっと SK がいろんな風に活動してるとこ見たいなって、そんな風な気持ちになって今日は帰っていただけたらすごく嬉しいなと思います。あー本当に終わっちゃうね、やばい、帰りたくない。まああれかな、もうジュリちゃんのスケジュールが取れれば名古屋公演かな。え、大
んなこと言って。知らない知らない、もう あとは捨てるよ、もう知らない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 。いやでも本当にこの9人でもそうですけど、いろんなメンバーにもねやっぱ経験してほしいなってすごい思わなかった。なんか ねすごい本当にね勉強になりました。もうでも言いたいことは多分みんなもういっぱいあると思うので、もうそれはおのおの SNS で発信するということで、それでは最後にみんなで本当に最後にご挨拶をさせていただきたいと思います。皆様本日は千秋楽にご来場いただき誠にありがとうございました。